ひどい事件ですね。河瀬直美、五輪、フラン事件。真犯人が誰か、NHK も警察も、押し黙って、うやむやに、しています。NHK、河瀬直美事件の、紐は、五輪に反対した人は、金で、動員され、社会や自民党に、不満を持つ、悪人である、と、どうしても、捏造したかった。なんで、ここまで、ごまかしをしてまで、五輪に反対する人を、貶めようと、したのでしょう。これは、ネトウヨの犯罪です。あまりにも、子供じみています。これは、相当に、暇な人です。安倍晋三が、イメージされます。あまりにも、ぴったり。こんな馬鹿げた、子供じみた、犯罪に、NHK が動いた、NHK の全体と言って、良いと思いますが、NHK 全体が、動かされる、権力者、が、そういうことならば、やはり、安倍晋三が、思われます。結局、デモは全部、上の人がやるから、うん、いや、もう、書いたやつを、それを言った後に言うだけやから、うんうん、こうでも、いつあるでと、どういった感じの知らせが来るんですか？あ、それは、もう、予定表をもらってるから、自分は。はいはいはい。それを見て、行くだけで。BPO 放送倫理番組向上機構は今日 NHK の BS 番組河瀬直美が見つめた東京五輪に重大な放送倫理違反があったとの見解を発表しました。番組ではある男性が金銭をもらって五輪反対デモに参加したと字幕をつけて放送しましたが、男性はデモに参加しておらず、金銭の授受も確認が不十分でした。さらにインタビューをすり替えるなど重大な過失があったと批判しました。